こんにちは。Hello. Hello. My name is Tauma and I'm from Iceland. Today we will try tonkatsu. Ooh. Have you ever eaten tonkatsu? I have eaten tonkatsu. It's so good. ちょっと食べたことないものにしたいなと思ってて、とんかつ食べたことあって、カツ丼もある。カツ丼はないと思う。したら、ここちょっととんかつ屋さんなんだけど、カツ丼もあるっぽいから、おすごい。カツ丼にしましょう。やった。OK。OK。じゃあ、レッツゴー。OK。とんかつはちなみに好き？好き。めっちゃ好き。おなんかドイツでなんかシネッツァとか。あ、シネッツってあるよね。あるよね。あ、それに近いかなと思って初めて食べた時に。うんうん、でもなんか違う。衣が多分違うと思う。うん。あとやっぱりソース。あ、そう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 。あのお母さんがよくシネツルとか作ってくれて、はいはい。すごく美味しい。そうでもなんだろうね。なんかシネツルの方が油っぽいかな。あ、薄いよ。そうそう薄くて、あとその外のなんていうかな。衣もね。衣は。パリパリしない、はいはい、パリパリ大好き。あ、日本の方が美味しい。ごめんねお母さん。ごめんねお母さん。大丈夫、お母さん日本語わかんないから。そうねバレない。キャベツです。やっぱり野菜を取らないとね。そう、大事、大事。どんな栄養が入ってるんだろう。多分ビタミン C とかいろいろ。おう、シソのドレッシング。おいしい。日本にはどのぐらいいんだっけ。7年か、うん、お好きな日本食とかは。大好き。お好み焼き。お好み焼き、OK、お好み焼きがすっごく好き。あと焼肉、うん、みんな好きなんだけど、うん、その薄切り の, あの肉、はいはいはい、アイスランドにないから、うん、初めて食べたのは日本で。あとその焼肉のタレとか、タレね、うん、あれは永遠に食べれる。親子丼とか食べたことある？ある、1回ぐらい作ってもらって。あ、そうなんだ。すごく美味しい。で名前もおいし、あの面白いと思う。そうだね、うん、卵と鶏肉で親子だから。そう親子丼っていうんだけどさ。日本人ヒューマンあるね。でも今回のカツ丼は豚に鶏の卵だから、だから全然関係ないんだけど、あとすき焼きはさ牛肉に卵、生卵、うんうんうん、だからなんかいろんな肉の組み合わせみたいなのがあって。あ、そっかそっか。じゃあ7年間日本にいて何が日本の魅力というか、うん、日本に7年間いる理由みたいなある？難しいね。全部かな、うん、まあ雰囲気とか。そう、雰囲気、文化、人、美味しいご飯、うん、でなんか生活しやすい日本は。あ、便利さがすごくあるから。あとみんなしっかりルール守ってるから、うん、サプライズがない。なるほどね。安全感がすごくある。はい、はい、うん、まあ、特に今コロナとかもねだいぶ落ち着いてきて、うん、でもヨーロッパとか海外はすごい今感染者数も増えてきてるから、うん、みんながルール守るっていうのも一つの理由なのかもしれないね。そうそう、みんなちゃんとマスクつけてるとか、うん、まあちゃんと距離とかね、距離を取るとか、うん、コロナのルールを守ってるよねって私は感じる、うん、なんかアイスランドってさ、やっぱ島国じゃん、日本と同じような。だからそんなにヨーロッパみたいに繋がってないから、うん、そうだね、そこまで感染が広がらないっていうイメージはあるんだけど、そこら辺はどう？なんかアイスランド人が、うん、結構厳しかった。あ、そうなんだ。例えば一人の、うん、政治家があのパーティー行って、パーティーはしてもいいみたいなルールがあったんだけど、うんうん、20人以上はダメって、はいはいはい、でも20人以上のパーティー行って、でそれ一般人が見ちゃった。それですぐ警察に電話して、そのこの人は20人以上のパーティー行ったよみたいな。ですぐ警察が来てめっちゃ大問題になった。あ、そうなんだ。なんで政治家がこのルールつけてるんだけどちゃんと守んないみたいな。確かにそれはおかしいよね。そうそう、結構意識は高いんだね。そう、こういうことについては結構意識が高いね、アイスランド人は。これすっごい美味しそう。やばい。てかでかいね。めっちゃ大きい。これ全部食べれるかな。テルマの顔よりでかいよ。豚汁？豚汁？豚汁は知ってる？知らない。
豚汁スープ、スープだけど中に豚って豚じゃん、あーじゃあ豚の、そう豚スープ、おおいいね、おいいねこれ、よくさキャンプとか行くと、うん、必ずカレーとか豚汁とか定番で、なんか先週キャンプ行ったんだっけ、うん、そうそうそう行った食べなかった、豚汁は食べなかった、あカレーとなんだっけ、あのすき焼き、すき焼き、うんすき焼きだっけなんだっけ、あの鍋があったから、うんうん、あのすき焼きの袋あで肉入れて、はいはいはい、そのまま食べた、めっちゃ美味しかったやっぱなんか自然に囲まれて食べるものって全然違うよね、だよね、うん、全然なんかもう2倍3倍に美味しさを感じるっていう、そう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 、なんでだろうね、スプーンで食べた方が食べやすいと思う、うん、なんかな、あ、やばい、めっちゃ美味しいあーめっちゃなんか優しさを感じる、優しさを感じたいやいいよね、卵もすごい合うでしょ、うん、すごくすごく合う、うん、いや最高、俺のはヒレカツなんだけど、うん、ヒレカツも食べてみてよ、いいの、うん、食べます、どこ真ん中のなんか一番ここ、これこれ、うん、いただきます、うん、うん、柔らかい、これヒレカツって言ってやっぱりすごい柔らかくて、しかも脂肪分があんまりない、あ、そうなんだ、そう、脂がそんなにないやつ、うん、でもめっちゃ柔らかいところ、最高、うん、確かにうまいねこれ、うん、すごくおいしい、サクサク、うん、なんか日本人は味のバランス分かってるね、うん、なんか辛いものとか好き、辛いもの、うん、うん、まあ、もしあれだったらこの七味唐辛子とかもちょっと辛くはできる、本当に、ちょっと入れてみようか、うわ匂いめっちゃ辛くなった、やっぱ元の味がいい、あ、うん、私辛いもの食べるとなんか涙が出ちゃう、あ、そうなんだ、うん、うん、うん、やばい、魂がめっちゃ嬉しい今魂喜んでる、うん、ソウルフード、ソウルフード本当に美味しい、これは本当にうまいね、え、最後、うん、早っごめんまだね、25分しか経ってない最速の動画になるかもしれないいや、美味しすぎても普通はあの1時間ぐらいだ、あ、そうだよね、そうそうそう、でもいい、大丈夫ごめん、私美味しすぎてもう集中してた集中してごめんなさい、全然大丈夫、ずっとなんか口が空っぽくなるとなんかまた入れたい、あ、またすぐ、うん、いやすごいね、全部食べた舐めたでしょ、舐めた舐めたいけど舐めたいけどごめん、私これすごい美味しくて何も話せなくなっちゃう、ちょっと何か話すかな、もう一個ぐらい、うん、乾杯、乾杯、それは梅しそうだ、梅しそうだ、うん、やっぱ梅酒は勝つだね梅酒しか勝たん、うん、それしか飲まない私あ、そうなんだ梅酒もさ、日本しかない気がするんだけど、どうなんだろう、そう、なんか私アイスランドで見たことないし、うん、イギリスにも見たことない、うん、あ、あ、そうか、イギリスにも行ったことあるんだもんね、そうそうそう、なんかもともとお酒がちょっと苦手、あ、そうなんだ、そう、ビール好きじゃないし、ウイスキーも無理とか、ボッカ嫌だで、それ日本に来て、うん、
友達に言ったら、むしろ飲んでみたらあれ美味しいから、はいはい、絶対美味しくないと思って、飲んでみたらやばい、これジュースみたいでもガンガン飲んでる私マジで。やっぱ日本のおつまみといったら定番の枝豆。枝豆どう？枝豆は大好き。これもアイスランドにない？あ、これある。 あるんだ。ある。へえ、うん、10年前枝豆ダイエットが流行ってて。あ、そうなの？そう、アイスランドで。そうそうね、寿司もあるアイスランドで。寿司？寿司、うん、アイスランド人はめっちゃ失敗しているよ、寿司に対して。なんで？冷凍している。ああ、れは絶対美味しくない。あと、でもアイスランドってなんだろう、海に囲まれてるからさ、日本みたいに、うん、だからすごい新鮮な魚取れそうな気がするけど、うん、魚料理とかアイスランドある？あるある。あの、でもなんか日本人みたいに美味しく料理できないね、うん、なんかすごくシンプルに作ってる。ボイルしたり。ボイル、ボイルが多い。ボイルが多い、うん、カーツ、カーツとハダク覚えてない日本語で。あのタラとか。あ、タラタラ、うん、あのあれでしょ、フィッシュ&チップスのフィッシュでしょ。そう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 、うん、そう、タラをお湯に沸かして、うん、終わり。あで、はいはいはい、あのじゃがいもと一緒に食べる、うん、あ、そうなんだ、うん、でもそれがすごく味が薄くて面白くないで、お母さんがタラとじゃがいもをこれマッシュ、マッシュでミックスしてバター入れて、もっと美味しくなった。あ、それが美味しい。それは最高。美味しそう、うん、あと、まあ、アイスランドのサーモン。あ、サーモンね、うん、サーモン取れるんだ、うん、川が流れてるね。その川の中では、うん、あの鮭があるで、そこで釣りしてもいい。あ、はい、あ、なんかカルパッチョ的な感じ。そう、なんかここは、砂糖と塩みたいなミックスをつけるの、うん、はいはいはい。この緑の何？なんかあとハーブ多分入ってる。ハーブだよね、うんうん、それ塩、砂糖、ハーブだと。オリーブオイルみたいな。そう、すっごい美味しい、うん、もうカツ丼しか考えられないお腹はいっぱい？いっぱい、もう膨らんでるよ膨らんでるテルマイントーキオっていう YouTube チャンネルをやってます。了解。じゃあ概要欄に貼っとくんで。お願いします。はい、今日はありがとう。ありがとうございました。